はい、ということで、今日は、ジャマイカ1日目ということで6年ぶりなので、なんか適当にスタジオ周りとかしましょうか。はい、今からゾベと合流しますわ。おだーす。じゃあゾベキングの一番のおすすめジャマイカ料理でも行く？そうですね、でもランチボックスとかなって思うんですけど。ランチボックス僕もそんなばっか食ってるんで。でも、まあ、イーストも一応空いてますけどね。でもジャマイカ料理食はな、ね、でもそうやったらトラックアンドレコードとかはもうガチガチジャマイカ料理ですけどね。あそこにあるボルドまだ空いてないんじゃないですかね。でも、まあ、でもあれちゃう、やっぱりジャマイカ来たしチキンステーキじゃん。あ、ストラムですか？レダ？いや全然。最近あのチキンステーキにストラムところに新しいメニューを発見した調味と。チキンステーキ行きましょう。はい。ベレスのスタジオこれなんですけども、ストンラブがこの逆側で、はい、あるいはストンラブ。あ、ストンラブ。でまあここの、このこれね。でチャイニーズですよね。ここよく行く中華屋さん。はい、はい、あのチキンステーキっていうご飯がすごい美味しいんですよ。はい、おい、おい。まだあんまり匂ってないっす。混んでるやん。もっといつもやったらバーッと止まってるんですけど、来ました。ワゴン。Where? Yeah, Flima. You buy the salt? You buy the natural juice? No. What kind of gin this? We have sour sap, we have beetroot, we have jewel plum, we have pine and ginger, we have peanut punch, we have watermelon, cherry and guava, and we have the magnum. Which one of you want, baby? We have spirulina with sour sap. Spirulina with sour sap. And we said, hey, let me get this thing at the right. Give me this spirulina and this sour sap. Give me a magnum there. Give them general a magnum. トロトロ系ちゃうんですか、もしかして。何か、何これ、何ですか、ね、うわー飲むわ。はい、甘酢こない。あ、でもあのおっちゃん作るジュースうまいんですよ。うん、ココナッツ系やな。ココナッツとなんか大体なんかいろいろ混ざるっす、うん、でももういらんな。でも体には絶対いいっす。チンコ立つってだ。あ、そっち系ですね。ギンギンフードもう立つねんけどな。ということで今からビッグヤード、行きます。あ、いた。カマロールかな。イエス、えーい、モリモリっすね。でもむちゃくちゃうまそうやな。でもこっちにアップうまいねんけど。うわ、じゃあ食うわ。6年ぶりに6年ぶりっすか。6年ぶりに食います、これ。あ、うまい。もうその味はね、安定してるんで。ちょっとなんか野菜もコーン入ってるわ。ちょっとハイプしてるっす、最近。ちょっとコーンなかったもん。コーン増えてるわ。うまい。はい、ということで、はい、いきなりですけど、はい、あのビッグヤードのエンジニアが来るまで、ゾベさんに、ゾベさん対談。対談っつってもそんなね、もうめっそうもないですけど。いやいや、なんか、いきなりジャマイカ来ましたね。いきなりジャマイカ来たんです。なんで来たんすか。
いやでもずっと20代の時からずっとジャマイカ来たくて、ずっと何回か会ってるよな。そうですね、ジャマイカで何回か。でそれこそエクスプレス、あ確かに、と来てる。そうですね、とか、はい、何やったっけ、あのフィリップんち、あそう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 、みんなで泊まってる時とかね、とか確かにあったっすね。でなんかずっとジャマイカに長期で住みたいなっていう野望はもうずっと端っこにあったんですよ。あそうなんで、今回のコロナのタイミングでなんかいろいろこう重なって、こう仕事も決まってジャマイカ来れるってなって。日本食屋でちなみに働いてるの？そうですね、はい、うん、その日本食屋もそのイーストっていう一番有名な日本食料理屋じゃなくて、うんうん、まずジャマイカ人がやるって言い出した日本食屋なんで、うんうんうん、いつまでおるの？まあケツは決めてないっすね。とりあえず10年は10年いたいなとは思ってるんですけど10年やったら今ゾエ何歳よ？今年42です52やん。52やばいな。その50歳ぐらいをこう目安に考えてるっすね。マジで、はい、50歳になってまた考えようかなみたいな、次60までみたいな。すごいな。もうその途中で死ねばもう全然その、でも40からのジャマイカまあまあ厳しいや。厳しいっすね。言葉も全然入ってけえへんし。じゃあ暑さとか、あまあ暑そうっすね。いける？いやしんどいっすけどね。でまあ車早めにゲットできたんで。あそっか、車あったらな。車なかった時はもうどこも行く気すぎなかったっすね。確かにバスとかだるいもんな。そうっすね、バスはだるいっすね。タクシーとかも鬱陶しいやん。めっちゃだるいっすね。なるほどな、はい、去年ずっとカーフィーやったんで、うん、結構厳しかった。めちゃくちゃ厳しかったっすね。カーフィーの時捕まったらもう漏れなく1万か2万ぐらい払わされるんですよ。外で出てるだけで。外出てるだけで、もうずっとマジ家おらなかんみたいな。もうずっと家おらなかんっすね。飯とかどうすんの？飯とかも買えないっす。だからさっき買いに行かんと。あこの時間に行けみたいな。そうっすね。3日間カーフィーの前日とかはもうスーパー品物なんもないっす。いやそうやんな、何も買えないっす。だから店でもういろんな食材仕込んで持って帰って3日分みたいな。むっちゃ大変や。きついな。そこが一番いろいろあったっすかね、カーフィーの時が3日間。じゃあ日本のコロナは経験してないんか？最後始まったぐらいでこっち来たんで、だからワクチンパスポートとか何もなしで来れたんで。ああまだそんななる前ってことか。そうですね、あの陰性証明書だけで全部行けた感じです。へえ。来たタイミングはまあ良かったですけどね。なるほどな。でも来た時はもうみんなにすごいタイミングで来たねって言われたっすね。そのカーフィーど真ん中で来たんで。そうやんな。ああだから1年ちょっと前ってこと。1年そうですね、ちょうど1年前ぐらいが3日間カーフィーとかやったんで。が3週連続っすね。あ、そうなの。3週連続3日間カーフィーやったんで、金だ、土日月とかね、出たあかんみたいな。結構きついな。きついっすね。で金曜もよ昼2時とかなんですよ、カーフィーが、うん、だから実質3日半ぐらいカーフィーなんですよ。はい、めっちゃ大変っすね。まあじゃあジャマイカ10年頑張ってな。10年頑張ります。はい、みんな待ってるんで。ちょこちょこ来るんで。はい。あのじゃああれやな、ゾウベンに会いたい人は日本食屋何の前なんて。オシャーノっすね。オシャーノ。オシャーノマーケットプレイスにある。マーケットプレイスのオシャーノに行ったら、はい、ゾウベキングがおる。働いてますね。寿司作ってます。あのぜひ食べに行ってください。はい、お願いします。ウラベスパイダジョーニャ。Let's go. Where are you? There.All everything. Big up Japan. Big up Jamaica. じゃあゾベさん、次はジャロ。ジャロ。ジャロ来ました。え？誰もおらんやん。ここにもパパジャロの部屋なんですか？パパジャロの部屋を牢屋や。じゃあ今からちょっとね検証したいと思います。信号で止まって、車動かんかったら、どれぐらいでジャマイカ人がクラクション鳴らすか。ジャマイカ人のせっかち移動テスト。テストむちゃくちゃ早いと思うんだ俺。そうっすね。5秒
5秒いけるかな。俺が5秒待てるか分かんないっすね。それぐらい。もう止まっといてや。はい。鳴らされるまで。はい。5秒いけるかな。でも後ろの人は気長さやねんけどな。そうっすね。なんか、やっぱ女子はあんま鳴らさへん。あ、女子これ。女子っぽい感じしますけどね。あ、はい。1。早っ。1秒やで。相当鳴らされてる。1秒やったやん。1秒。1秒でプーってなったやん。はいや、びっくりしたわ、今。早いわ。しかも3台後ろぐらいのやつが鳴らしましたからね。じゃあ、ちょっとスタバに行きましょうか。スタバに行きましょう。今日も。次は、コーヒーもゲットしたので、CD ゲットしに行きます。Send my friend our instrument and send it to you. Out of many, there's one DJ Kenny. Bodies. Maybe then we make 100 million disappear. Then we act like we don't care what you're voting back in there. Sorry, come on, yeah. Sad reality. I told that Jamaica say your status and your salary. ゾビさん、今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。もう、こんなプレゼントでもあれ。ありがとうございます。じゃあまた、またまたです。連絡します。ありがとうございます。ありがとうございます。